強日テは、朝鮮民主主義人民共和国の元強制収容所、収容者、脱北者。韓国企業勤務を経て、現在は、北朝鮮人権問題運動 NGO 団体、ノース、コリアストラテジーセンター代表及び、朝鮮日報記者。回装録著実も行うかたわら、海外にて、強制収容所での体験を講演する活動も、している。平壌出身。 祖父、祖母、父は京都市で暮らしていた帰国運動にて北朝鮮へ戻った裕福なもと在日朝鮮人。祖父母は帰国時に朝鮮労働党や国家に多額の寄付をし、日本からの帰国者としては珍しく、北朝鮮でもエリート階層のみが生活できる平壌市内で祖父母、両親、妹と暮らしていた。彼が9歳の時、祖父が 北朝鮮当局へ連行されると、間もなく祖母、塔、妹、おじとともに、環境難道を明る特軍にある、第15号管理所へ収容。約10年間収容される。母親は、北朝鮮出身の有力者の娘であったため、父親と離婚し、収容を免れた。奇跡的に19歳の時に、家族全員釈放。農場で働いていた頃に、 日本の親類と連絡が取れ、物資や経済的援助を受けられるようになる。その後工場の物資調達係として働いていたが、父と祖母を相次いで亡くし、釈放後に知り合った、同じ第15号管理所元収容者安閣と共に、暴力校を越えて脱北。中国各地を転々とした後、1992年に韓国へ亡命。安閣との協調会総録。 ヨートクリスト、大王の祭典がベストセラーになる。安閣とは韓国亡命後も数年間一緒に生活をしていた。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領と、京鉄管関与大学校卒業後は韓国、電力公社に就職した後、韓国の新聞朝鮮日報北朝鮮担当記者を務めている。2007年より、北朝鮮人権活動 NGO、ノース、 コリアストラテジーセンターを設立、代表を務める。Facebook や Twitter を利用した北朝鮮政治への批判活動も積極的に行っている。2005年6月13日、著書、平ン,ンの水槽を読み感銘を受けたアメリカのブッシュ大統領がホワイトハウスへ招待し、面会している。ありがとうございます。